続いてリサの謝りたいこと。怒っちゃった？え？怖い、なんか何？怖い。なんか今もう怖いってなんか。ね、これどういうこと？菅井優香になんですけど、収録の時に優香のアイシャドウが伸びきってなくて溜まってたんですよ、目元に。それを変だよって言って、私と茜と一緒に何それって笑ってたら、人の顔見て笑わないでって本気のテンションで来て、ちょっと焦るね。そう、覚えてないかも。嘘、覚えてないの？いつの？結構ガチの、なんかごめんって、ね、本当ガチに謝り来たんだね、じゃあ。はい、やばいって思います。あ、ボリアもやばいと思った。どんぐらいの？いつもならハハハハみたいな感じなんですけど、うん、人の顔見て笑わないでって言われました。なんかちょっと溜まってたのかな、菅井もなんか。それはごめん、気にしてたら。全然ごめんね。そうだよね。リサが謝り来てるからね。そうそうそうね。